こんにちは、吉尾です。東海キャラバンの時間です、ね、8月31日になっちゃいました。ちょっとね、天気がちょっと微妙で、今にもなんか雨が降り出しそうな感じなんですけども、前回の東海キャラバンの収録の終わった時点でトータルサマイがマイナス1882枚、なんかだいぶ苦戦してる感じなんですけど、まあ、思ったほど負けてなかったなっていう感じですよね。まあ、なんだったら一発でまだ逆転できる、全然ね目指せる枚数だと思うんですよ。で、まあ、渡りに船といいますかですね、今日は今回で3回目になります大垣コロナさん来たんですけど、まあ、例によってコロナさんで昼からのスタートなんですね。1回目2回目同様に今日も12時からのスタートということで、で今店内見まして、前回来た時にちょっと様子がおかしいぞと、ね、見立てが間違ってなければ場合によっちゃ前代とかまでありそうな雰囲気で、ちょっとこれ久しぶりに見たなっていう雰囲気だったんですよ。で今日もね、ちょっとなんかどうやらお客さんにですね、思いを伝える大切な一日にしてくれてる感じがすごい今ビンビン伝わってくる感じで、プレミアム花々1台押さえたんですけど、角台打ってるねサブライバーの常連の専業の高弘君曰く6っぽいというようなですねことも言ってましたんで、まあまあ舞台は前回同様なぐらいに期待していいんじゃないかという感じでございます。1882枚、もう今日でだから要は8月もう最後ですんでね、最後にやっぱちょっと気持ちよく勝ってですね、東海キャラバンのこのね趣旨を何しろ一回プラスにするという目標を持って頑張ってこれじゃないかと思います。パチスロそのものの調子はいいんですよ。実はここを 1,2,3,4 今5連勝中ですんで、ちょっといい流れできてますんでね、なんとか行け方するように頑張ってこようと思います。実戦行ってまいります。はい、それじゃあ例によって昼一実戦ですね。これがね、今ビッグが2回のバケが4回、合算160、化け角が一応240っていうところを買っての一応チョイスということなんですけど、今日も京都でね、なんだろうな、お客さんに向けてですね、店がなんかこう思いを伝えようというようなこうなんか雰囲気がね、なんかこうほとばしってるよね。ならお前待って帰るよって話なんだけど、すいませんね、腕がないもんで、ほんとつい昨日の話になるんですけど、もう苦節4ヶ月だよね。俺鼻鼻のスランプ状態がもう4ヶ月じゃってますんでね、気持ちよく出してないんですけど、昨日久々ね、ものの1時間ちょいでビッグ7発引っ掛けて1500枚ちょい出したのかな。あ、そうそう、確か花花ってこんな感じみたいなのをね、あいにくカメラ回ってないところでの実践だったんですけど、なんとなく、うん、そう思い出しましたよ。で、おとね、出してみて思ったけどね、出てる時って簡単なんだよね。なんだろうな、叩けば光る感、ね、なんかこう約束を果たすようにね、連チャンしてくるあの感じですよね。ね、一応バゲの良さを買っての大選びなんですけど、総ゲーム数でまだ1060ゲームとかなんだよね。あら、ここから、ね、またボーナス感で一ハマり食らっちゃうと、この良かったバゲがね平凡な確率になっちゃうんで、だからまあ粘る一応ね理由を見失わないためにも、ちょっとできればね早めにね、なんか一山引っ張ってくると、まあ化けの確率は
ね、現状維持で、あとだからもう本当ね、昨日久しぶりにパッと一山出してみて思ったけどね、はい、結果やっぱビッグ引く人が勝つんだなと、まあ、それはそうなんだけど、ただ昨日もぶっちゃけ似たような大選びで、だから、ね、4の8とかで、あの時150分の1とかぐらいの状況のとこから打ってみたら、まあ本当ものの1時間半弱だよね、1時間20分ぐらいの間にビッグを7発引いてね、ペロッと1500枚ちょい出たんですけど、あの感じだよな。ものの1時間半弱だよね、1時間20分ぐらいの間にビッグを7発引いてね、ペロッと1500枚ちょい出たんですけど、あの感じだよな。1分ぐらいの間にビッグを7発引いてね、ペロッと1500枚ちょい出たんですけど、あの感じだよな。1分ぐらいの間にビッグを7発引いてね、ペロッと1500枚ちょい出たんですけど、あの2代目1182ゲームで3の5、まあこれも大選びの理由は、あ、そうね、そういうこともありますんで、あ、1ゲーム2回もしくは3回いい追加が落ちました。いいでしょう、いいでしょう、やる気の木の芽が出てきたよね、ね、よし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 、これでもう逆転だからね。ね、ノーマルタイプはね、やっぱもうノーマルタイプはね、ていうか花々やっぱもうこれだよね、この分かりやすさ、話が早い。ね、ビッグもレギュラーも242分の1。ね、ほんのたった2発のビッグでもう完璧な今状態に仕上がってきてるよね。よし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 、あれ今日いいじゃねえかこれ、ほら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 、今日はいいぞこれ。いやー、できれば1台目、まあまあいいや、まあいいや、まあいいや、これ開いてなかったからこれね、1ゲームで初っ端当ててこの展開だったらね、もういよいよ申し分なかったんだけど、いいぞ70、まあ負けね、 OK、黄色、いやだいぶ気が早いけどね、これもしかしたら今日プラスになるぞ、トータル収支が、東海キャラバンのこの感じはすごいよ、ほら6の6で108分の1だよ、完璧じゃないこれ。ね、レギュラーは多少落ちてもね、このぐらいの確率で今ビッグ217か、このぐらいの確率引けるといいよね。ううバイブした、完璧じゃない。とうとう来るべき時が来たんじゃないかこれ。
いやしかしまあ大移動、大移動というかまあ結果論だけど、もう大移動して大成果だったねこれ。まあ、設定云々とかまあ言うのはまあ気が早いけど、てかこれはもうさすがに大丈夫だろ、状況的なことを考えても。でも具体的には相当整ってそうな雰囲気ですね。でこの当たり方だったらさすがにもう大丈夫なんじゃないかな。7の6で101分の1ね、え一箱平盛りプラス今下皿ピック2回分ぐらいあるけど、200個目いっちゃおうよこの流れで。でさ、この内容でこの台がそんな一気に1000枚も1500枚も吸い込むとはとても思えないんで、もう結構な勢いでだから今日勝ちが約束されたんじゃないかというような気がするんですけど、気が早いですか。いや、いけるいける、今日という今日はこれ出して帰んなきゃダメだよ。あんま気負うといいことないけどね、1ゲームで当ててからの5連最高です。だから本当こういうことがなかったもんね。あーまあでも1回やったか、立ち上がりだけ。よし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 、すごい、あまり知らず赤。7の7で97分の1。1ゲームで当ててから13ゲームビッグ、20ゲームビッグ、70ゲームレギュラー、25ゲームビッグで今のが47ゲームレギュラー。いやーやれてるやれてる。うん、とりあえず100超えたね。でまあもう手っ取り早くね、一山引っ張ってきましたんで、ここで一気にへこまないこと、妥当なラインでやってよ、妥当なラインで、せいぜい200前後ぐらい、ぶわーっと出て、ねえ、ばーっと出たのはいいんだけど、今288、そろそろじゃねえか、もう。ちょっと久しぶりに大きい定ま狙いそうな展開だからね、そこにちょっとこう水を差すようなハマりやつとやめようよ。もう350、ちょっと深くなってきました。まあこのぐらいで済んでりゃまあ可愛いもんなんだけどね、こっからさまた500とかさ600とかってなっていくとね、まあ、取り返すのにもある程度やっぱ時間が必要だからね。まあ抜けた後どうなるかもまあ分かんないわけだしね。まあ台のね内容的にはいいんで、ね、ひたすらこの台を続けられるところまで続ける構えではいるんですけど、言うてもこの台で個人的にはビッグ4回しか引いてないからね、まだ回数的には、まあ、ものすごい勢いだったけど、だから今もこれ実は半分近く飲まれてるっていうね状況ですんで、いやいかんいかん、こんなことじゃいかんですよ。よしよしじゃないけど420、まあいいや、とりあえずね、赤
以上前は許しますよ。一山掘った後だからね。それはまあ帳尻合わせの一つや二つ来るでしょ。いや前回来た時もそうなんだけど、本当ね、稼働してる台がね、軒並みなんかこうストレップ反応してんだよね。12の9、14の5、13の11、11の10、分かりやすいところで言うと、あどうだ、13の8、10の11、まあ、まだ言っても1時だからね、1時過ぎ。で、この台が7の8。状況的にはもう本当、この上ないんじゃないかっていうぐらいの勢いを感じます。でね、前回それで負けたからね、負けたよな。よしよしよし、133、よかった。頼むぞ。あー、こうなっちゃうのか。赤偶数色強めだね。7の9で119分の1。ねえ、化けが当たってくれないんだけど、ねえ、そっちに寄り切られ気味な昨今なんだよね。まあ、3の5から打ってるから、まあ4の4だね、個人的には今。で、7の9、これが最初に打った台がもうペロッとやっぱり一箱出てるね。まあ、だからまああれもまあまあ、結果良かったんでしょう。電光石火の7の6になってるな。これ2の4だったもんね、しばらく空いてたけど。お父さんが気持ちよそうに出してる。とりあえずね、次ビッグ一発引くまではもう我慢だね。ビッグ4のスイカも一応3押してるし、まあ現状、まあビッグが291まで押してるから、まあそこだけだな。最初に打つ台がもう200をがっつり出てるんだね。しっかりガマ掘られてんじゃねえかっていうね。いやでもまあこの台がね、悪いわけではないから、まあいいんだけど、出てんのは最初に打ってた台。いやー、これ全部飲まれんだ。これそういう感じになっちゃうか。あー、危ねえ、飲まれる寸前。ちなみに今の化けが368ゲーム。いや、いい加減早いの持ってこよう。飲まれるわ。あともうクレジットだけ。あの立ち上がりでやっぱ押し切れないからダメだよね。まさかね、この追加投資の浮き目に遭うとは2対1思ってなかったよ。まあいい方に考えればもうビッグアン宣言ミージャーハマってますけど、そのハマりを持ち玉でね、やらせてもらえたと。まあここから現金投資になっちゃうけど、現金投資だったらもう相当なとこまで追い込まれてるはずなんで、まあ、まあ追い込まれずに回ったと思えば。言ってもまだ1万円と使ってないからね。で、進むべき
道が定まったということなら、もうそうだね、日が変わったことにしてここからまた、ゼロから打ち始めたというふうに切り替えよう。というか花花は1区間で1200ハマっても勝って帰れるという証明をしますんで、今日はなんでこうなっちゃうのかな、もう青、433ゲームレギュラー、ね、こうなってくるとでもどこまで行くのかっていう別の脅威もちょっと出てくるんだけどね。過去どのぐらいまで行ったことあるのかな、ビッグガン、それは1000なんてまあよくあるんだけど、2000ってまあやっぱあるようでないんだよね。経験ないことはないと思うんだけど、だからこの今年ね、6月に3000ゲームでビッグ2回っていう経験をしたんですけど、まあその時も2000、あーどうだろうな、覚えてねえな。でも覚えてないってことは2000、ビッグは2000ハマりは食らってないんじゃないかと思うんだよな。ただこんだけやってきてるからいつぞや食らっててもまあ不思議ではないわな。ただビッグ缶3000はさすがにない。お、早いの来たぞ。23マイケル・ジョーダンビッグ確定だろこれ。はい、とりあえず決着がつきました。まあ100枚ぐらい持ってる状況でビッグを引きましたんで400枚、投資が750枚だから、まあまあどうにかなる位置にはまだ全然います。あの立ち上がりのね、あの流れがもう一回帰ってこないかな。おう、4帰ってきたか、帰ってきたか、とうとう、あーバケだ。もうなー、赤だいぶグースより、ただ6の可能性なきにしもあらずだとまだ思ってますから。合算で打ったら137だしね、範疇だよ。まあ伸びしろがあるのはいいことなんだけど、伸びるかこれ。まあ伸びると思ってるから一応続けてんだけど、最近っていう展開でこのまま最後まで完走しがちじゃない。早いのコズ、今85、もうこの辺までにもう一発ねえビッグ引っ掛けとかなきゃいけなかったよね。異常にまずいことになってきたね。もう250、ビッグ間1420ゲームの跳ね返りが来ず、よし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 、危ない危ない、よしじゃないけど260ゲーム、よし、いいよ、ビッグ6の追加5、本当限定ポイントがないんだよね。いやでも今のところ本当危なかったよな。ここ飲まれて追加投資だったらちょっとさすがに
ね、設定どうこうっていう次元じゃなく、ね、厳しいんじゃないかっていう。いや危ない危ない。ただここで満足している場合じゃないぞ全然、ね、左から2箱3箱2箱俺0箱で右1台開いて3箱右は、ね、1台開けないだからね。俺の周りに1、2、3、4、5、6、7、8、9、10箱に囲まれてるよ俺虎の穴じゃねえかこれねえ、なんかっていう皆さんのこう俺が一人で背負い込んでるみたいなここになってるぞこれ。俺は気づかねえな。いやーレアなの来た。139レンチャンとは言わないけどねこれ。ビッグ引いてとりあえず箱を持ってきたいね。で早めのビッグなら逆転だもんね。もう一回ビッグが315分の1だから早めのビッグで、ね、また設定の枠の中に収まってきますよ。こういういかにもな挙動の台でさ、ことごとくやっぱ苦戦してきてるからねえ、だからやっぱ終始なかなか上向いてこないんだよな、ね、出すべき時にやっぱ出さないとね。153ビッグなら問題なし。よしよし、それはそれでいいでしょう。ビッグ8のスイカ6。ただまあ、あの1回目のビッグのね、あの初っ端ランプ見逃して変なとこしてセリーナかスイカだか分かんないのが1回あったけど、まあ、枠上にチェリーがいたからあれおそらくスイカだと思うんだけどね。あれがスイカだったらビッグ8のスイカ7。よいしょよいしょだぞこれ。40ゲーム。あーこれ負けだ。いやー分かんないかだよな。ただこれでもうほぼチャラだね。あかん。さあ、体勢は、ね、どうにか立て直りましたんで、あ、ここだよな。ねえ、ここのとこ安定路線で当たりは取れてるんですけど、まもなく200。ねえ、1回全部の丸で追加投資まで行ってるんで、まあこの辺で止まっちゃうだとやっぱダメなんだよね。183でしょ。250までにビッグを引きましょう。ここは何が何でも。よし、211有言実行ビッグで頼む。おう、アメージングチャンス。まあいいでしょう、これまたピークには戻ったね。まあピークって今のピークね、朝のピークじゃなくて。ちなみにそうそう、でレバーオンでバイブだけっていうパターンなんですよ。でハイビスカス光ってないのってことはやっぱり何らかの同時当選なんだよねっていう時って。
予約同時当選の時は決まって、次のゲームに告知が持ち越されますんで、だからきっちり子役狙いした方がいいと思う。子役優先制御だから、子役が揃ってると、あ、成立してるとコーラ揃わないからね。まあ、サダマ的にはこれでまたややプラスぐらいになってるんで、ここです。要はここです。12の14で142分の1、ビッグが307でレギュラーが263。35、頼む頼む。まあ早いからいいけど、ね、え、今日も京都で化けに寄っちゃってなんだかなって感じだけど、ただまあこれだけ化けを引けてるからね、今の収支状況で、まあね、レバー耐えてられるっていうことなんで、まあそれはそれで感謝すべきことではあるんだよな。で、ヒーターボーナスがね、えレギュラーに振り分けられてるわけじゃないからね、両方独立したもんなわけだから、この化けをね引けてなかったら、じゃあ今どうなってんだったら確実に負けてるわけで、まあって考えると、うん、まあある意味化けに救われてるということなんだよ、ね、え、ここもだから適当なとこでやっぱりビッグを引っ張ってこないと、もうプラスとマイナスを行ったり来たりするような感じなんだよね今。157馬券。残り30分、勝たせてくれ。いやー、最後頑張らせてもらえねえか。もう一息なんだけどね。前回もなんかこんな感じだったような気がするんだけど、化けが跳ねてる台を打って、でね、なんか続ければ続けるほどなんかそれっぽい挙動で、ただひたすら化けが先行して、ね、ビッグがついてこないで地味に負けるっていうね。だからまあ終始が荒れてるわけじゃないからね、まあそんな、まあ悲観するほどのことでもないんだけど、だからもう内容がある程度まあ伴ってるだけにね、ちょっとねやっちゃった感が強いというか、200、250ぐらいまでに1個引ければ最後逆転チャンスがもう一回もらえるんだけど、おわっと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 、269、逆転チャンス、あーしよ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 し、得意やめで、いや微妙だな、多分700枚ギリギリあるかないかぐらい、さあ最後一発なんとか、ね、ここで一発が引けるね、男でありたいと願うものであります。よし、ビッグなら勝ちだよ、頼む。もう今までのことは全部水に流すから、ていうかどうだこれ、化け、この化けでちょっとプラスになんないか、これ何枚あるよこれ、1回分ぐらいねえかこれ、
時間は時間なんだよね。いやこれ700枚あるな。よし、ゼロヤメで700枚あると信じて流そう。計算中です、計算中です、計算中です。だいぶ微妙な枚数であんのは間違いないんだけど。はい、実践終わりました。いやー、最後クレジット打たなくてよかったね。これクレジット打ってたらマイナス1枚とかいうね、とてつもないことが起こってましたよこれ。いやちょっと正直微妙なとこだなと思ってたんですよ。うん、なんですけど、いやまあ良かった負けなくてね。途中本当だからビッグカン1420ゲームですよね、食らっても、まあ、プラスにすることはできると。この台、この台っていうか最後にっていうか、あのずっと打ってたプレミアム花々に関しては、投資が350枚からなんで、まあ約400枚浮いてますんで、まあ1台目にね、1台目というか最初に取ったプレミアム花々で350枚使っちゃいましたんで、まあまあその分がちょっと足引っ張ったかなという感じなんですけど、まあ内容は完璧でしたよね。まあ馬券のランプがだいぶ黄色と赤に、特に赤に寄ってたんで、あれでまあさすがに奇数はないだろうというところで、もうで2もさすがにないと思うんですよ。さすがにっていうか、まあ予想だから、もう要は高設定を否定する要素がなかったんで、ビッグシュの追加も落ちてましたしね、バケもバカみたいに言ってましたし、結局最後13の17かな、200本当4、50分の1の確率をひたすらキープしちゃったっていうですね。ねえ、でやるならもうビッグとバケ、ね、テレコになってくんないもんかっていう話なんですけど、まあまあでもどうにかこうにかですねプラス終わりまして、地味な枚数ですけど、ちょっとずつちょっとずつマイナスを今回収でき始めてますんで、まあまあね、本当はもうちょっといっぱい出したかったんですけど、まあ負けないだけ良かったかなという感じですね。はい、で前回もそうだったんですけど、今回もねちょっとコロナさん相当頑張ってくれちゃってますよねっていうこの状況で、だからちゃんと結果を出せてないから現状マイナス中心に甘んじてるということなんですけど、ただまあっていう状況にまずやっぱり身を置くことが先決で、これをね続けてれば近い将来というか早番中心も上向いてくんじゃないか、というか上向いてこない方がおかしいんじゃないかと思いますんで、ぜひですねお近くの方、おいコロナさん要チェックの方向でお願いしたいと、自信を持ってお勧めできる状況ですんでね、はい、チェックしてもらいたいと思います。ということで49枚ですけども、めでたくプラス収支でフィニッシュしました。また次回頑張ろうと思います。またお会いしましょう。さよなら。